始まりましたテニスプレイヤーチャンネル よということで、脱サラ中級テニスプレイヤーのマッシュです。菊春です。今日は皆さんに大事なお願いがあってこの動画投稿しました。何でしょう。テニスプレイヤーにイベントが少ない。ということで、ちょっとテニスプレイヤーは我々盛り上げたいと思ってるわけですよ。で、イベントをいっぱいあげたいと思ってるんですよ。はい。なのにイベントがまだ少ないということで、皆さんイベントを上げてください。ぜひお願いします。だけどただでとは言いません。どうで今ならなんと、はい、1イベントにつきボール1貫プレゼントします。はい、はい、詳細お願いします。詳細何でしたっけ。まず限定100イベントまで、はい、なので6月中に限定100イベントまでなので、皆さんぜひぜひイベントを立ててください。そして申し込み方法お願いします。はい、申し込み方法は、メールでイベントを立てたベアってタイトルで、テニスベアに送ってください。はい、まあ、メールのどういう感じで書いてほしいかはこの概要欄に書いてます。はい、アドレスとかも、まあ、細かいことはすべて詳細欄に書いておきます。はい、お願いします。やることはテニスウェアアプリでイベントを立てる、そして我々に一歩立てましたよとください。それでボールを差し上げます。で、はい、ボールの渡し方法なんですが、はい、ウィワーク我々のオフィスに取りに来ていただくか、我々とイベントでお会いした方に直接お渡しします。はい、我々のオフィス見ての通りおしゃれなオフィスなんですが、来ていただいた方には、このおしゃれなオフィスの案内もなんと込み込みで差し上げたいと思っております。一人何イベント立ててもいいんですよね。はい、もう何イベントでも大丈夫です。3イベント立てるとこれ3巻ってことですね。はい、なるほど。そうです。でも一人で100イベント立てると100巻。もちろんです。で、限定100組ということで、今すぐイベント立ててください。お願いします。お願いします。すごい切実な感じですね。これでいいかな。宮原さんに怒られないかな。これ編集誰がするの。宮原さんです。あ、マジ。はい、宮原さんに話した。